私どもの書いていますブログですね、アメーバブログも活用しているんですけれども、管理画面でね、アクセス数などを毎日確認をできるんですけれども、昨日のアクセス数が多かった記事というようなね、ことを確認できるんですけれどもね、たまたま昨日は国民年金保険料の効能制度のことですね。平成27年9月末までは、過去10年に10年遡って納められる、制度があるんですけれども、10月以降はそれがなくなって、代わりに5年、遡って、納められる制度が始まるということを、昨日書いたんですけどもね、その記事のアクセスが一番多いですね。でその次第2位は今年の3月に書いた記事で、日本年金機構の今年度からの、厚生年金加入逃れ企業への強制加入のための調査、ですね、その記事が多くなってます。でその次はたまたま昨日はですね、現物給与の取り扱い、の記事、これは5月に書いた記事ですか。でその次が、昨年の11月に書いた記事で、年金事務所から呼び出しが来たらどうするということで、未加入企業の自主的加入と立ち入り検査について書いた記事が第4位になってますね。でその次が昨年の12月に書いた、やはりこれも高能保険料の特例措置と、それから老齢年金の受給資格期間を25年から10年にね、将来的に短縮するという、年金確保支援法という法律について昨年の12月に書いた記事、これが第5位になってますね。日によって、上下しますけども、最近の傾向としてはやはりこの、年金未加入の方に関連する情報がやっぱり上位表示されて、アクセス数が多いですね。